こんにちは、こじこじです。今回はジャンクで購入したプレイステーションポータブル初期型の1000番台なんですけども、税込み500円という価格でね、今回2台購入することができたので、一体どういう状態なのか動作確認を行っていきます。早速ですが、今回はプレイステーションポータブル PSP 初期型の1000番台ワンダーレックスでバッテリーがないため動作確認できませんということで、ジャンクで税込み500円で購入してきました。こちら店頭で販売されていた時、この正面にデカデカとね、紙の値札が貼られていて、正面の状態ね、あまり気にしないで購入してきちゃったんですけども、購入後ね、家で液晶をよく見たところ、こちらがね一番わかりやすいと思うんですけども、液晶に割れというか欠けがあるんですよね。これが 1,2,3 箇所あって、これもねジャンクの理由に書いといてくれればいいのになぁと思いつつも、プレイステーションポータブル、まあ、初期型とはいえね、ジャンクで500円なかなかないので、まあ、これはこれでありかなと思っています。で、黒い方のモデルもなんですけども、同じ理由でバッテリーがないので動作確認できませんということで、こちらもねジャンクで税込み500円で購入してきました。ただこちらもね、あの正面にデカデカとね札が貼ってあったので、あまりね正面の状態気にしないで購入してきたんですけども、アナログスティックのこのパッド部分がね欠品していました。それではね、今回こちらの2台の PSP 動作確認していきたいと思います。シルバーとブラック、どっちからね動作確認しようかなってちょっと悩み気味なんですけども、とりあえずねこちらのシルバーのモデルから動作確認します。まあ最悪ね、あのニコイチとかにできたらいいかなと思っています。今回まだ状態が分かってないのでね、修理とかはしないんですけども、ああちょっとねこの液晶の割れというかひびがね結構ひどいかな。それではちょっと全体的にね状態確認していきます。まずこちらメモリースティックですね、まあ、入ってないとは思うんですけども、やっぱりね入ってないですね。メモリースティックは入ってなくて、ここのねソフト UMD 入れるところは開くかな、ちゃんと開きますね。っていうか入ってる、ドラゴンボールタッグバーサス入ってる。これはちょっとラッキーかな、ちょっと嬉しいかもしれないですね。ドラゴンボールは結構好きだったりします。あ、これラッキーで、こちらバッテリーがないということだったんですけども、やっぱりバッテリーは入ってなくて、ただこちらですね、分解歴がねある感じですね。ここのシール本来ね剥がしちゃいけないんですけども、このシールを剥がすので分解できるんですけども、これ分解歴ある感じですね。あー、これはもしかしたら動かない系かもしれない。それでは通電確認行います。とりあえず電源を挿して、電源オン。あ、一応 LED ついてますね。画面来るかな。あ、画面来ましたね。ただちょっと音が出てないかな、ボリューム小さいかな。ボリューム結構大きめなんですけども、あ、音来ましたね。来てますね。こんな感じで適当に設定して、はい、起動してきました。で、ソフト読み込んでるのかな。あー、ソフト読み込んでる感じないかな。ソフト読み込まない的な。とりあえずソフトを出しての、もう一回電源オン。それではこの状態でソフトを入れて、全くソフト読み込んでる感じがないので、多分ねソフト読み込まないのでジャンクなのかなという感じがします。まあ、この状態でね動作確認ができるので、バッテリーがないから動作確認できないっていうのはね、まあ、ほぼほぼないと思うんですけども、まあ、どうやらね、あの液晶に若干欠けがあるのと、ソフトね読み込まないのでジャンクなのかなって感じがします。それでは続いて黒ですね。こちらはどんな状態なんですかね。今のところちょっとね1台目がね結構ひどかったかな。分解されてて、しかもソフトも読み込まない状態で、液晶も割れてるというね、あまりいい状態ではない。こちらは、まあ、結構ね、液晶も綺麗だし、ただね、アナログスティックの
このパッド部分がないだけなので、まあね、いいかなって感じがします。それにしてもちょっと重いな、バッテリー入ってるんじゃないかって重さですね。まずメモリースティックはやっぱりこちらも黒なので見づらいんですけども入ってないですね。でソフト、まさか入ってないとは思うんですけども、はい、入ってないですね、うん、こっちがむしろラッキーですね。でバッテリーなんですけども、あ、入ってないか。ただなんかシリアルが手書き、シリアル手書きって珍しくないですか。これどういう状況なの。ただこちらは分解歴がなさそうですね。うん、こちらの方が状態的には良さそうですね。それではとりあえずね、通電確認していきます。電源挿して、電源オン。あ、一応 LED は光りますね。あ、画面も来て音もね出てますね。こちらは、うん、状態としてはそれほど悪くない感じですね。とりあえずこちらのね、さっき入ってたドラゴンボールタックバーサス入れて動作確認します。読み込むかな。おいしょっと、電源オン。あ、こっちは読んでる音ありますね。お、ソフトも起動してきてるみたいですね。結構激しくソフト読んでる音するんですけども、大丈夫かな。なんかちょっと怖いので一回電源を、落ちない、強制終了します。とりあえず一回ピックアップレンズね、綿棒で拭いてみたいと思います。この状態はちょっとやばそうですね。まあこんな感じでね、少し磨いてやると読み込みが良くなったりならなかったりしたりします。それでは再度ソフトを入れて、電源オン。ソフトは読み込んでいるみたいなんですけども、どうやら内部のねピックアップレンズが壊れちゃってるのか、出力が弱いのかわからないんですけども、ソフトが読み込めていない状態みたいですね。とりあえず怖いので電源抜きます。最後にちょっとね思い出したんですけども、プレイステーションポータブルってファームウェアの改造ができたんですけども、もしかしたらね、こちらそのカスタムファームウェアが当たってるのかなということでね、ちょっとね調べてみたところ、こんな感じで 5.50 プロメ -4 ということでね、どうやらこちらの黒いモデルカスタムファームウェアがね入っちゃってるみたいなので、もしかしたらねそれと競合してねソフトが読み込まないのかもしれません。いや、カスタムファームウェア入ってるプレイステーションポータブル売ってるんですね。これはちょっと何とも言えない、気になるのでね、こちらのね、シルバーというかグレーのモデルもねチェックしたいと思います。いやいや、まさかのねカスタムファームウェアというね、あ、カスタムファームウェア入れたの売るんですね。あ、こちらはバージョン 6.10 なので、まあ、結構新しめのファームウェアが入っている普通の筐体ですね。すっごいなんか微妙な状態の2台手に入れてしまった感じです。ということで、ジャンクで購入したプレイステーションポータブル動作確認を行ってきたんですけども、2台とも一応通電はするみたいなんですけども、1台は分解された形跡があって、しかもソフトが読み込まなくて、液晶に欠けがあるといったね、ちょっとこれはね、完全にダメな状態で、もう1台は、アナログスティックのね、パッドがないだけで見た目は綺麗なんですけども、内部カスタムファームウェアが入っちゃっているというね、状況です。最悪ね、ニコイチにしようかなと思っていたんですけども、これは一体どうしたらいいのかなといった感じです。もしも何かね、皆様要望があったらコメント欄に書いていただければね、できるだけ要望に応えたいと思います。シェルを変えるとか、
分解の仕方を教えてくださいとか、ソフト読み込むように修理してくださいとか、まあできる限りね、なんとかしてみたいなと思っています。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらにね、過去の動画があるので、よかったら見ていってください。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。